井上正一井上正一から1936年10月3日は日本の法学者、衆議院議員、大臣院判事、長戸国大津群以上村生まれ。1866年の四境戦争に際して、長州藩諸隊の一つ、長州隊に加わり、芸州口と石州口を転戦。その後許可を得て、台を離れ、萩名林間と山口文学寮で学ぶ。 維新後に単身上京して、三つくり臨床の下で、フランス学を収めた。1870年改正学校に入った後、長州藩の更新生に選ばれ、大学南校を経て1875年に、司法商法学校を卒業。同年秋に、フランスに留学し、法学博士の学位を取得。1881年に帰国すると、 直ちに司法省雇いとなり、開校間もない明治法律学校にも講師として迎えられた。旧民法の起草などにも関与した。1890年の第一回衆議院議員総選挙で山口2区から出馬して当選するも、1891年5月11日、大審院判事に転じて衆議院議員を辞職し、同年の大津事件で小島井県大審院長の下で、 陪席判事を務めた。その後も大審院部長などの要職を歴任する、傍ら、明治法律学校の教頭を務めた。1912年5月、大審院判事としての職務形態により、大審院懲戒裁判所において、県籍の懲戒を受けた。1920年からは明治大学将議員となり、1936年に、 没するまで命題の教育と経営に関わり続けた。ありがとうございます。